はい、皆さんこんにちは。ケントです。栄養指導に特化したトレーニング指導、ジムの経営やトレーナー向けの講演会なんかもやらせていただいております。ということで、今日もいただいたご質問についてお答えをしていこうと思います。今日答えていく質問はこちらになります。国内外問わず、ケントさんが最近注目しているフィットネスアスリート、フィジーク選手等はいらっしゃいますか、というお話ですね。いつもの栄養学トピックとは若干違う内容になるんですけれども、今日はですね、最近僕が注目している18歳になったばかりのね、ヤングスター、今後世界的なフィットネスアイコンの一人になるんじゃないかなっていうふうに勝手に予想しているアスリートについて一人ご紹介をさせていただこうかなというふうに思います。興味がある方はぜひお付き合いください。はい、ということでですね、今日は久しぶりにフィジーク、フィットネスアスリート、そういった海外の選手、フィットネスアイコンに目を向けたお話っていうのをさせていただきたいと思います。よくね、栄養学のトピックをお話をさせていただくんですけれども、実はね、国内外問わずね、数多くのアスリートっていうのは僕自身ファンとして見ていて、その中でも今日ね、この一人最近めちゃくちゃ注目してるっていう方をお伝えをしたいなと思います。結論から、カナダ出身のフィットネスアスリート、トリスタン・リーなんですよね。めちゃくちゃね、もう有名なので知ってる方も非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、彼はね、なんと今年の8月で18歳になったばかり、つい最近まで17歳だったっていうのが嘘なんじゃないかなって思えるぐらいのいかついフィジークを持ってまして、写真もね、見てもらった方が早いと思うんですが、こちらになります。まあ、これがね、僕が彼の一番好きなポーズといいますか、仁王立ちポーズなんですけれども、もう見ていただいて分かる通りね、筋肉量っていうところで言うと確かにまだまだ他に優れた方いらっしゃると思いますけれども、絞りですよね、もう常にバキバキなんですよ。特にね、足のラインとか見てほしいんですけれども、大腿直筋と四頭筋、そしてさらにね、目線下ろしてってカーフのラインとかもバキバキに映っててね、血管の一本一本が見えるぐらい絞れてる。筋肉量もね、全然ありますよね。こうやって見るとまだ18歳ですよ。やばくないですかって話です。最近のフィットネスアスリートってね、デイビッド・レイドとか、昔はジェフ・シードとか、結構イケメンの方が多かったじゃないですか。そういう人たちと比べて、じゃあ彼がすごいイケメンかって言われるとね、普通なんですよ、顔はね。なんかそういったところもね、すごい愛着が持ってていいなっていう風に思っていて、よくね、マスキュラーの写真をインスタグラムに上げてるんですけれども、これなんかもね、近くで見てみると激しいですよね。これで18歳かって思いますし、背中とかそこから生えてくる足のラインなんかも、めちゃくちゃバキバキでね、もう何回も言っちゃうんですけれども、特に絞りがすごい。しかもこれは、ピークの時だけにすごいんじゃなくて、年中こんな感じの絞りなんですよ。ぜひインスタグラムはこの動画の概要欄に貼っておくので、興味がある方見ていただきたいなと思うんですけれども、でこの方がね、出しているビフォーアフターの写真があります。これいつの写真かちょっとわからないんですけれども、左結構幼いですよね。幼くてこのシルエット、もう脂肪がほとんどついていないようなシェイプですよ。これはね、あくまで僕の勝手な予測なんで、実際にどうなのかっていうのはわからないんですけれども、おそらくミオスタチン関連筋肥大症とか、それに近いようなね、何か本来であれば筋肉の発達っていうのを正常な値に留めておくようなミオスタチンっていうタンパク質があるんですけれども、このミオスタチン自体が働かなくなってしまう、要は筋肉が発達して脂肪もつきにくくなってしまうような、まあ、言い方によっては何か病気、遺伝的にそういった症状なんじゃないかなっていうふうに思っております。で、彼の面白いところが、見ていただいて分かる通り、フィットネスのアスリートっていうのを目指していてね、その世界のトッププロ、ミスターオリンピアのフィジークを取っているジェレミー・ブエンディアとか、ボディービルでも優勝しているショーン・ローデンとかと一緒にトレーニングをしてるんですよね。あとはラリー・ウィルズとかね、名だたるフィットネス界のスーパースターたちと一緒にトレーニングをしていて、インスタグラムでフォロワーが150万人かな。で、YouTube だと87万人とか、それぐらいもういらっしゃるんですよね。18歳になったばっかですよ。信じられますかっていう話ですよ。それだけじゃなくて、すごいのがね、フィットネスアスリートで、じゃあ今後突き詰めていくのかと思いきや、イングランドプレミアリーグで、ね、プロのサッカー選手を目指してるっていうね、よくサッカーの試合を見に来たっていうところで、なぜか服を脱いで撮ってる写真がよくインスタグラムに上がってるんですけれども、いやー、しかしコンディショニングがえげつないなというところですよね。こんなやついたらビビりますよね。彼のプロファイルとしては現在18歳で、身長が160センチ、結構小さいんですよね。で、体重が54キロから56キロぐらいをこう行き来してるということで、これだけ見ても彼もね、動画の中で確か言ってたと思うんですけれども、ステロイドに関しては使ってないと、ナチュラルだっていう風に言ってるんで、見た目ね、ちょっとバキバキすぎて、実際どうなのこれって思うところは多分皆さんもね、なきにしもあらずなのかなとも思いますけれども、身長体重のプロファイル的には、まあ、問題ないというか、僕はナチュラルなんじゃないかなっていう風に思います。本当にね、1年中このコンディションなのっていうのがね、信じられないぐらいすごいんですよね。彼はなんと13歳の時に初めてインスタグラムっていうのを更新し始めて、そこからね、自分の骨格、筋量っていうのが他の人よりも優れているっていうことで、
サッカーの発信をもともとしてたところをちょっとずつねフィットネスの領域に入っていって、そこで爆発的なみんなからの目線を集めたっていうところで、あんまりいなくないですか、日本でも18歳でここまでの知名度があって、ここまでのポテンシャルがあって、周りとのこうリレーションがあるみたいな選手ってなかなかいないんじゃないかなと思うので、彼がね20歳とか25歳とかになってくるときってどれぐらいの存在になってるのかなっていうのは個人的にめちゃくちゃ楽しみなんですよね。もうすでにだいぶ有名ですけれども、まだまだね彼を初めて知ったよっていう方はぜひ今後ともウォッチしていてほしいなというふうに思います。彼のすごいところっていうのがまだいくつかありまして、そこに関してねさらっとお話をしたいんですけれども、サッカーのトレーニングをね、高頻度でやってるわけですよ。それに加えて有酸素運動と1日2回のジムでの筋トレを欠かさないと。でおそらくね彼のコンディションの一つ一因要因になってるところなのかなとも思うんですが、彼って基本的にねケトジェニックで生活をしてるんですよね。要は糖質をほとんど取らないと。全体の総カロリーにおける PFC バランスの割合っていうのは 70% が脂質、そして 25% がタンパク質で、炭水化物に関しては 5% 未満に抑えてるというふうに言ってます。こういうふうにね長期間ケトをやってるっていう例も珍しいですし、あとはねこれも珍しいなと思ったのが、トレーニング中にいわゆる僕らだったら糖質を補給してパフォーマンスを落とさないためにマルトデキストリン、クラスターデキストリンっていうねエネルギーを摂取すると思うんですけれども、彼はねケトジェニックを行っているっていうことで BHB、要は外因性ケトンですよね。体の中で作るケトン体ではなくて、外から摂取してくるサプリメントとして補ってくるケトン体っていうのを継続的に取ってるんですね。こういう方って最近増えてきてはいると思うんですけれども、ここまでの人っていうのはねある種レアケースなのかなとも思います。この BHB っていうのは過去に解説をしてますので、興味があったらそちらからぜひチェックをしていただけたらと思います。彼のね朝ごはんっていうのがね動画で公開されていて、卵がね5つ、そして大体 100g ぐらいのステーキと無糖のチョコレート、アーモンドミルク、あとケールのサラダで、人工甘味料とかデキストリン系、マルトデキストリン、クラスターデキストリンっていうのは一切食べないようにしてるんですよね。だって18歳でそもそも人工甘味料とかマルトデキストリンとかっていうワードを知ってましたかって話じゃないですか。僕は全然知らなかったですねそういうもので、そこすらもう厳しく自分でジャッジして、ここは取るここは取らないっていうのを管理できてるっていうのは、ケトジェニックがいい悪いっていうのはね別に置いといて、いや半端じゃないなっていうふうに思いますよね。ぜひね今回の動画でトリスタン・リーさんを知ってくださった方はね、今後とも彼の活躍っていうのをウォッチしてほしいですし、僕自身もすごい楽しみなフィットネス界の逸材の一人なんじゃないかなっていうふうに思います。ということで今日はカナダ出身のヤングスタートリスタン・リーについてお話をさせていただきました。こういう動画面白かったり参考になったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネルなんかのソーシャルメディア、そして栄養の学校 NNC の方もやっております。興味があれば動画概要欄からチェックをしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。